それからカメラの方にお願いです。カメラ撮影については冒頭の、発表文の読み上げまでといたします。市長から説明があります。お願いします。それでは人質立てこもり事件の発生第7報被疑者の逮捕について発表いたします。捜査第一課豊川警察署などは昨日豊川信用金庫雑司支店において発生した人質立てこもり事件被疑者を本日監禁罪で逮捕した。被疑者、住居不定職業無職氏名長久保浩二32歳逮捕関係平成24年11月23日本日午前3時8分逮捕場所豊川市雑司6丁目18番地の1豊川信用金庫雑司支店であります。逮捕種別は現行犯逮捕、逮捕罪名は監禁罪です。本件逮捕に関しましては被害者4人、豊川信用金庫雑司支店の職員の方々、次長の加藤健吾さん41歳男性、職員、山本純子さん27歳女性、職員竹山萌さん19歳女性、パートの堀江陽子さん55歳女性であります。逮捕事実の概要でありますが、被疑者は平成24年11月22日午後2時18分頃から翌23日午前3時8分頃までの間、豊川市雑司6丁目18番地1番豊川信用金庫雑司支店において同店次長加藤健吾ほか3名を監禁したものというものであります。最後に、特別捜査本部の設置であります。刑事部長を長とする35名体制の豊川信用金庫雑司支店における人質立てこもり事件特別捜査本部を設置をいたしました。最後に報道機関の皆様方におかれましては人質安全救出にご協力いただき感謝を申し上げます。